世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターの桜井美希です。皆さんは学生時代、先生に怒られた経験はありますか？制約の多い学生生活にどうしても息が詰まり、バレなきゃ大丈夫と少々の違反をした経験は誰しもがあるのではないでしょうか。一度も怒られたことはないというあなたは、隠れて悪さをするのが得意だったのでは？今回は先生の目を盗み楽しんでいた少々のスリルを思い出させる日本のおふざけプロモーション動画に関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介していきます。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。心も体も大きく成長する学生時代、基礎代謝のピークを迎える10代は、勉強やスポーツに真面目に取り組めば取り組むほど、体は栄養を求め食欲は増し、朝ごはんをいくらしっかり食べても、昼を迎える頃には空腹との戦いになってしまいます。そんな時、皆さんはどのように対処していたでしょうか。今回取り上げるのは、株式会社ヤクルト本社が2018年に YouTube 上で公開したジョアのプロモーション映像で、食べ盛りの学生たちが授業中、先生に見つからないようあの手この手で早弁を試みる様子が映し出されています。まずはその映像をご覧ください。ロボット技術を存分に無駄遣いした近未来的なこの光景。映像に登場するのは、クラーク記念国際高等学校東京キャンパスに通う当時の現役高校生たちで、 CG は一切使われておらず、さまざまなロボットたちは全てこのプロモのために作られたのだとか。動画の最後にはジョアにストローを刺すロボットが登場し、全国の先生方へジョア解禁をお願いするプロモーションとなっています。袖からフォークが飛び出したり、先生の動きに合わせて教科書で四角を作ったり、バレないようアイデアを駆使して早弁を試みる生徒たちですが、アンパンピッチングマシーンの登場はもはやカオスでしたね。ロボット技術の凄さもさることながら、不真面目な早弁に真面目に取り組む生徒たちの姿は、青春真っ只中でとても楽しそうでした。この光景は海外の人々にも大受けだったようです。寄せられた反応をまとめてご紹介していきましょう。海外の反応。ワンダーランド。日本がそう呼ばれてるのにもちゃんと理由があるのさ。今はっきりと自覚した。やっぱり日本はすでに3018年の世界に行ってたんだ。俺たちは千年置き去りにされてるんだよ。間違いなくこれこそが科学技術の正しい使い方だよね。カナダ人にはこの CM の意味がわからないと思うよ。こっちの生徒たちは授業中でも自由に飲食してるからね。見たか、あのパンキャッチ能力。彼らはやっぱり忍者だ。日本人やべえよ。正直あの人たちには一生追いつける気がしない。日本がこういうことをやらなくなったら、僕らは心配するべきだろうね。きっとそれは何かが起こる前兆だから。
日本人は遥か彼方の未来から世界を平和に導くためにやってきたんだよ。そうじゃなきゃ彼らの異次元の発想はどうしたって説明がつかない。日本はなぜ固くなに私たちの想像の斜め上を走り続けるのだろうか。な、日本を愛さずにはいられないだろう。日本の学校って私がイメージしてた通りだったわ。そうね、この動画は単なる日本の日常風景ね。学生時代に戻りたくなったよ。せめて今の職場にこの装置が欲しいな。早弁の光景自体は俺のクラスと同じだ。とはいえさすがに俺たちはロボットを駆使してないけど、これがロボットを受け入れる国とそうでない国との差だ。日本とかドイツなら本当にありえそうだものね。俺が教師なら見つけても怒らないね。むしろ俺にも作ってくれってお願いすると思うわ。日本人は一定のレベルで満足することを知らないのだろうか。でも最高すぎる映像だ。早弁の難易度にレベル日本人が爆誕だな。なんだこりゃって思ったけど、日本ならまあいいや。明らかに俺は生まれる国を間違えたよ。日本人は人生を楽しんでる感じがしていいな。みんなお互いに優しくてフレンドリーだし。別に嫉妬してるわけじゃないんだからね。日本以外からこういう CM が生まれることはないだろうね。日本よ、また君たちなのか。やることなすこと次元が違いすぎるだろう。世界には秘密にしてるけど、日本にはすでにガンダムくらいあるんだろうな。こういう CM でそのことを世界にほのめかしてんだよ。ああいう技術があることをもっと早く知りたかった。そしたらカーテンの裏で早弁することもなかったのに。ここまで行き過ぎてしまったか。彼らはいつだって僕たちの想像を軽く超えてくるね。このプロモーションを作った人間は天才である。明らかに、まごうことなき、疑う余地のない天才である。別に驚くようなことじゃないよ。日本が他の惑星にある証拠がまた一つ加わっただけだから。ご存知の通り、本来ロボットは早弁のために生まれたからね。今俺たちはみんな2018年の世界を生きている。だけど日本人だけは未来を生きているんだな。一体何のためにこれを作ったんだ？全員を納得させられる回答があるぞ。日本だからさ。日本が今日も平常運転のようで安心したよ。以上が海外の人々の反応でした。こういったユーモアは日本人のものだという認識が随分と世界に広まっているのを感じました。これは喜ばしいことですよね。早弁をしているところは自分の国と同じというコメントもありましたが、カナダでは授業中でも自由に飲食しているとの意見もありました。他の国の学生たちは思春期の空腹をどのように対処しているのでしょうか。ここからは世界の学生たちの食事情についてお話ししていきましょう。アメリカでは地域によってスナックタイムと呼ばれる間食時間がランチタイムの前に設けられているそうです。お腹を空かせた子どもは授業に集中できないことが理由のようですが、この時間に食べられるお菓子の種類は限定されていて、例えばキャンディーやケーキなどは禁止でもポップコーンは問題ないなど、肥満防止のため甘いものに対して厳しく制限されているようです。学校や先生によってはスナックタイムを設けずとも授業中に飲食可能なクラスも多く、先生が昼食を食べながら授業を進めることもあるのだとか。高校になり授業が忙しく昼休みが取れないような場合には、校内の自動販売機で購入できるプロテインバーを食べながら授業を受ける光景も一般的のようです。フィリピンの学生たちも授業中に飲食するのは一般的で、ゼリーや飴などはもちろん、スナック菓子やサンドイッチ、お弁当を食べている学生も。フィリピンにはミリエンダと呼ばれる1日2回の間食文化があるため、
常にお腹が空腹にならないようなライフスタイルを過ごしているのだとか。また学校の授業は朝7時から始まるので、学生のみならず先生たちも授業中に朝ごはんを食べることもあるそうです。オーストラリアでは授業時間の仕組みが日本と異なり、午前は前半と後半に分かれてプログラムが組まれています。日本でいう休み時間がなく、続けて授業が行われるようなイメージのため、トイレも授業中に自由に行くことができるそうです。午前の前半プログラム終了後にはリセスと呼ばれる、いわゆるおやつタイムを兼ねた休憩時間があり、家から持参したシリアルバーやチップス、クッキーやフルーツなどを食べるそうで、育ち盛りの男の子はこの時間に早弁する子もいるそうですよ。タイの学校も基本は給食ですが、バンコクでは下校時刻ともなると学校前に屋台がずらりと並びます。アイスクリームやカットフルーツなど甘いスイーツもたくさん並び、そのどれもが小銭で買えるお手頃価格で最高のおやつのようです。学校帰りの子どもたちはこれらを買い求め、それを食べつつ家路に向かうんだとか。学校帰りが楽しそうで羨ましいですね。以上、海外の学生たちの食事情をお伝えしました。学生たちの空腹への対処の仕方は国によって大きく異なりましたね。日本では小学校、中学校は義務教育で細かな決まりがあり、給食も提供されるため間食や早弁、買い食いの習慣はありませんが、高校や大学ではその学校により校則は様々で、学校へのお菓子の持ち込みが問題ない学校も多くありますよね。しかし思い返してみると、一般的に早弁といえば休み時間に食べる人が多く、わざわざ授業中に先生の目を盗み果敢に早弁にチャレンジするといった人はいなかった気がします。私は通学時、キュウリにかぶりつきながら歩いている強者は見かけたことがありますが、皆さんの周りではどうでしたか？ぜひコメント欄で教えてください。桜井は高校時代、友達と割り勘でカロリーメイトを購入し、10分休憩中に1本ずつ分け合って食べてました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。またのお越しをお待ちしています。